今泉 P プレゼンツファンキルにまつわる文化放送超 ANG プラスにて深夜24時57分よりお届けしてきたこの番組も今週が最終週です。ラストウィークスペシャルとして今週はフレンドシップツアーの京都会場からお届けしておりますということで、このコーナーも今日で最後です。ガヤガヤが忘れてるじゃん。よろしくよろしくでは最後のこのコーナーいきますよ。はい、質問どんと来い in 京都。はい、今まで答えなかったやつを一気にいきますと。お願いします。ということですね。名前は省略します。ブラックやったちゃん、ブラックやったちゃんかブラックアルマスお願いします。出る可能性は今後ありますが、ブラックはファーストだけで終わらせるのはもったいないです。これはですね、ブラックファースト以外にも考えあったんですよ。だけどそしたらファンキルの絵が全部黒くなるじゃないですか。そうするとキャラがよく分かんなくなるんで、はい、7体だけでいいんだという話にしました。なるほど。はい、忍びなくの市の新ユニットを出してほしいんですが、今ピはどうですかね。季節桜とかいいと思うんですか。これもしかしたらかもしれません。はい、今泉さんの学生時代のことが知りたいです。アスタノマーシさんありがとうございます。僕はですね、マラソン大会は1位でした。はい、この春大学に入学予定ですが、4年間でどんなことを身につけたら社会人になって役立つと思いますか。最近ハラスメントが多いのでね、はい、ハラスメント系だから、なんか上司とのなんか面接とかなんか面談あるときは iPhone 録音しとくといいと思います。確かに大事、はい、大事大事、絶対勝てますよ今だったらね。ラジオ好きです。文化放送宅から進められて初めて昨日の放送見ました。今まで長い番組しか見たことがなかったので軽い衝撃を受けました。今後楽しみにしています。ありがとうございます。最終週です。煙草をご覧になりましたが、ジェナさんの演技、ね、まあまあ良かったよね。なんかジェナっぽく長くてなんかちゃんとできてんだと思って。だけどなんかいじめられてる感じはする。監督にバシバシ言われてる気はする。なんかね、アニメしか見てないけど。ご指導いただいてます。ね、矢印のクラスチェンジ衝撃的ですが、まさか踊り子とは今後もどんどん対象ユニットが増えてくるんでしょうが、ディスラプターズやゴッツたちもチェンジするんじゃないですか。今したら怖いよね。強すぎるよね。ネイブさんの本名は何ですか。これ個人情報のね、あれで保護でね、あれです。秘密です。仕事の内容も少し詳しく知りたいです。あれメキシコでガンマンやってます。部下とかいますか。部下いますよね、そりゃ。会社でカウボーイの格好をしていると怒る人もいそうですね。会社ではしてないっす。はい、会社ではしてない。FGO もですが、エイプリルフールってゲーム業界なんで力入れるんですか。これいろいろ違うのやった方がいいんじゃないか。これなんか日本人特有の空気感ですよね。なんか他社がやるから、今年も楽しみにしていてください。面白いですよ。はい、京都のフレンドシップツアー楽しみにしています。宮古メッセ会場 CD、 さすがファンキルだと思いました。これなんでなんだろう、着物好きなのかな。はい、約2年半ぶりに出た復旧をし、再びファンキル始めたんですが、昔のキャラは今のキャラのように使えるのはいますか。覚醒とかすると使えるよね、めちゃくちゃね。こんばんは、質問ですが、アルマスの口癖、ぜひ日常に組み込もうと思います。ではまた明日。時間足りなかった。